はい、こんにちは。札幌占い美容室ハイマガシの後藤です。今日もサロン終わってからですね、モデルさんやっていきたいと思います。今日は髪明るいですよね。それ何回ブリーチしてんの？10回ぐらいはしてます。10回ブリーチしてるそうです。大変なことですね。10回ブリーチっていうことは毛先はもう死んでおりますね。いっぺんに10回してるわけじゃないですよね。いっぺんにダメです。日々ダメ。日々毎日1回ずつ毎日染めることに、はい、結構黒染めしたりするんですよ。あ、黒くしたいなと思って。黒染めをしてまたブリーチをするわけですか？して黒染め取れなくないですか？いや、取れるんですよ。なんか市販の次のトーンでも明るくできるみたいな。あ、ちょっとそれ知りたい人いるかもしれない。黒染めしたら明るくできないんですけど、一般的には黒染めでもあんまり深く染まんないっていう黒染めってことですね。それってなんてやつなの？取れやすいってやつ。取れやすい、なんかあるよね。なんか黒染めだけど何日間で一時的に黒いけど、なんかそういうわけじゃなくて、なんか次に明るくできるみたいな。取れやすいとかじゃなくて。次も残らないんだ、色が。そんな感じで。で、普通の一液と二液混ぜるカラーなわけだよね。市販で売ってるやつで、まとまってて。やりますね。多分さ、普通に一般的にサロンで黒染めは、まあ、色にもよりますけど、例えばすごく暗い色をやってしまうと、ティントっていうのは毛先に残ったりするわけですね。で、ブリーチしてもそこだけなんか赤っぽく、例えば抜いた時に根元の新生部はブリーチの金髪だけども、中間から毛先だけがその黒染めのようが残ったりするっていうのがあるんですけど、今ね市販ではそういうのが出てきてるようなのでいいですね。じゃあそれを繰り返してブリーチでまた抜くの？抜きます。じゃあ完全に抜けるの？抜けます。金髪になります。色残んないんだ。っていうことは多分結構奥まで入らない、表面側なのか分子量が大きいのか、そういう感じなのかな。なるほど。そういう黒染めだったらありがたいですね。それを繰り返してるってことですね。黒染めやってブリーチをやって。いや、そんな繰り返してないけど、黒になりたいなって時はそれを使ってまたブリーチして、はい、結構いろんな色してるんですよ。はい、わかります。でそれで何回も色抜いてまた色入れて、はい、なるほど。たくさんやってそうなら分かります。でもね、このようにそんなに今ムラになってない状態で、まあ下ちょっとあれだけど、まあ保ってるのはすごいですね。で今日は希望で使うのがですね、ちょっと久々の登場なんですけど、ヤマネコカラージャムを使いたいと思います。でヤマネコカラージャムのこの紫ですね、墨、あと赤、こちらをちょっと使ってブレンドしたのをベースで使います。はい。で配合量としては、この紫、墨が、2に対してこの赤が、1っていうことです。2対1で配合しました。でそのカラーがどうなってるのかっていうと、こちらのカラーですね。はい、この怪しい色になってます。そしてちょっと多明化になるんですが、このモノクボの下のところがちょっとブリーチでツートンになってるんですね。でそこを色変えたいってことで、よりちょっと赤がビビッドに出るようにですね、今度はルベルなんですけど、はい、これルベルのロコルのカラーですね、赤のカラー、これを単体で、いきたいなと思いますね。これ結構赤み強く入るんで、まあ同じメーカーだとちょっとボケてしまう可能性があるんで、ここはメーカーをちょっと変えてですね、少し質感の違いを出したいと思います。っていうのでカラーはこのまま塗っていくんですよね。はい。で、やってる途中、まず根元側と毛先側の方の、まあ、発色ってベースが違いますから発色が変わってくるんではないかなと思ってるんで、ちょっと根元の方を中間まず塗ったら、根元の方に中間塗ったらどうすかな、中間塗ったらどうしよう、中間塗ったのに
いや毛先までいっちゃおうかな、赤こっち入ってるから中間から毛先まで塗って根元は、紫をちょっとプラスしようかなと思います。赤じゃなくて多分ここ赤やっちゃうとちょっと変になっちゃうと思うんで紫からのグラでいこうかなと思うんで残った残量に対して紫を入れて、ちょっとこっちを濃くしていきたいなと思うんでとりあえず中間毛先っていう形で塗っていきたいと思います。で、あのカラージャムの場合ちょっとまあ一概には言えないんですが、まあ、特に余計な処理しない方がしっかり入りますので、シャンプーしてドライの状態で塗るのが一番いいかと思います。まあ、よくね塩基性からアルカリに傾けた方がいいとかいろいろあるんですけどもそのメーカーによってそうでもない場合もあるので、今回は普通の状態で塗っていきたいと思います。はい、では始めます。じゃあこのネープのところから塗っていくのでまずですねネープを塗ります。はい、ではこれで塗っていきます。はい、では、まず、使っていくのが、ロコルのですね赤ルベルのロコルの赤から塗っていきたいと思います。はい、で上下はまあそんなにここ最初ペーパーつけようと思ったんですけどまあそんなにやんなくても大丈夫なんでつけません。流すとき多少入っちゃうかもしれないけど。で今度上ねあのカラージャムの、これは先ほどで言った紫ですね紫を、2に対して、カラージャムの赤を1で根元は5センチ空けで塗ってます。根元5センチ空けの理由としては、根元をもうちょっと濃くしたいからですね。なので残った残液に対して、隅を混ぜて根元は塗っていく予定ですのでとりあえず今根元5センチ空けて塗っております。でね、結構ですねいろいろやってみたんですけど、まあ、方法がたくさんあると思うんですけどねこれはあくまでもちょっとすごい勉強されてる方はちょっと別としてですねあのこの塩基性カラーもやっぱ落ちちゃうんですよね正直な話頭洗っていくと。でこれもういろいろねやってみたんですけどどうやっても落ちるんですよね。なんかすごい長持ちさせる方法ないかなとかもっと色を短時間でっていうかな色がもっと入る方法ないのかなとかっていろいろやってみたんですよね。やっぱりね意外と普通にやるのが良かったなっていうことでした。なんかその薬剤のバランスが崩れちゃうんですね。いろんなペーハーのものを使ったりアルコール系使ったりとかいろいろしちゃうとそこで崩れてしまうんでまあ普通がいいのかなっていう感じでしたね結果は。で顔についたやつとかもまあ普通にやっちゃうと取れないんですけど、まあ、結構アルギニンで取ったりとかしますね。あのリムーバー僕はあんまり使いたくなくてなんか肌で昔荒れた記憶があってアルギニンでちょっと取ります。あのコットンとかに湿らしておいてそうすると取れます。まあこちらのカラーはこれからまあちょっとそのあ、加温するときちょっと教えますね。HC 染料と塩基性染料で、分子量が違いまして HC 染料っていうのは毛髪内部の方にキューッと入ってくるんですよね。中の方まで奥まで入ります。で塩基性はもうちょっと手前側なんですね。はい、なんでまあちょっとそのカラーによって髪の毛の落ち着く場所っていうのがちょっと違いますね。で今根元に
残量と同じ分の、紫を混ぜていて、残量が1だとしたらそれに対して紫を1入れます。で、1対1の状態を作り、そこから根元を塗っていきます。取れない場合はですね、まあ、少しの間つけといてくれれば取れます。はい、アルギニンは調べてください、自分でどうやって買うか買うのがどこで買っていいのか。はい、今日も撮影終わりました。今日はなんかスムーズに、撮影が終わったような感じがしたんですが、今日どうでしたでしょうかね。なんか自分のスタイリングも今日ありましたけどね。どうですか。いつも自分でやってるの。はい。画面で見るのが大変だったけど。ああ、そうですね。画面で見るね。初めて。はい。公開します。初公開ですね。自分の初公開。ただすごい上手にできたと思うんですけど、画面がどうしても小さいんで本当にやりづらいんですよ。それ皆さんちょっと分かんないと思うんですけど、その中でもやっていただいたんで本当ありがとうございました。ありがとうございます。はい、でチャンネルの方まだまだアップしていきますので、皆さん応援してください。シェアとかいいねしていただいたら非常にありがたいです。はい、では皆さんまた会いましょう。じゃあねー。